皆様こんにちは。株式会社ベリタス技術グループの丹野と申します。本日はお忙しい中、第1回ベリタスサイエンストークにご参加いただき誠にありがとうございます。このセミナーはですね、ライフサイエンス研究の第一線でご活躍されている研究者の方に、分野外の方も含めた一般の方向けに研究内容をご紹介いただく企画の第1回目となります。ライフサイエンスの面白さが広く共有されるような場を作っていけたらと願っております。本日お話しいただくのは、東京大学定量生命科学研究所の岸裕介先生です。岸先生は4月に研究室主催者として東大定量研に着任され、現在ラボのセットアップをなさっています。詳しいご経歴は今お示ししているスライドの方をご覧ください。岸先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめにお伺いしたいんですけれども、岸先生がライフサイエンスに興味を持たれたきっかけというのはどういったものだったんでしょうか？はい、僕は、高校までは生物学をあんまり真剣に勉強したことなかったんですけど、大学に入ってから1年生の時に受けた授業で、その細胞の中で、いろんな分子が、緻密に、制御し合って、細胞が機能してるってことを学んで、そのメカニズムとかが分かったら面白いなと思って生物学に進もうというふうに考えました。ありがとうございます。今日のテーマの中には脳ですとか神経科学とかっていうキーワードが出てきますけれども、その神経研究にご興味を持たれたきっかけっていうのはどういったものだったんでしょうか？そうですね、初め生物学を学んだ時はそれほど神経科学をやろうというふうに思っていたわけじゃないんですけれども、初めに入った研究室の後藤由紀子先生の研究室で、その神経科学に関する、テーマを、与えられて、それを始めたんですけど、そうやってやってみると、やっぱ神経科学って、昔から研究されていて、いるけれども謎が多くて、やっぱ我々のその行動とかを司るとても重要な研究で、面白いなと思うようになって、今はその分野にのめり込んでいます。ありがとうございます。大学や大学院の授業、研究室の影響というのはものすごい大きいですね。こちらにスライドの方にお示ししていますように、昨年の文部科学大臣表彰をはじめとして多くの賞も岸先生は受賞されていて、エピジェネティクス分野の最先端を走っていらっしゃいます。本日のサイエンストークでは、エピジェネティクスとは何かといった基礎的なイントロダクションから、先生の現在のテーマである脳の老化におけるエピジェネティクスといった内容までご解説をいただく予定となっております。それでは岸先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに、このような発表、セミナーの機会を与えてくださった、丹野さん、山林さんをはじめとしたベリタスの方々にはじめに感謝申し上げます。また、平日の夕方というとても貴重な時間にご参加くださった皆さんにも大変感謝を申し上げます。今日は、僕が今研究している、神経細胞におけるエピジェネティクスということをお話ししようと思うんですけれども、先ほど丹野さんからもお話しあった通り、エピジェネティクスについてはじめにちょっと、簡単な、紹介をしてから、実際の研究の内容に入っていこうと思います。まずはじめに、この絵皆さんご存知でしょうか？この絵結構有名な絵なので見たことがある人も多いんじゃないかと思うんですけど、この絵は、ゴーギャンという画家が描いた、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかというタイトルの絵です。ゴーギャンはこの真ん中の人が、自分 でこっちにいる人が、過去の自分、生まれた時の自分で、こっち側に置いていく自分を描いているというふうに言われています。生物学者のみならず、世界中の誰しもが、今どういう自分はどういう人で、昔どういう人であって、でこれからどうなっていくのかというのは多分皆さんが興味を持つところだと思います。生物学者にとっては、この疑問は、例えば今自分が目の前にしているネズミであったりとかハエとかが、今どういう状態か、過去にどういう状態であったか、未来どういう状態になるかとか、あるいは例えばマウスという種がその進化する前にどういう状態だったとか、マウスはこれからどういうふうに進化していくのかとか、そういうことに興味を持つわけですけれども、
僕はちょうど細胞を扱う細胞生物学者なので、まあ、今自分が観察している対象の細胞が昔どういう状態にあったのか、今どういう状態にあったのか、そして未来にどういう状態になっていくのかということが、まあ、分かったら結構面白いんじゃないかというふうに思っています。で、まあ、この細胞の過去と現在と未来を、研究するにあたって、まあ、僕が今一番面白いんじゃないかと思っているのがエピジェネティクス制御です。でこのエピジェネティクスはもうこの細胞の過去と現在と未来を記憶して制御するというふうに自分は考えているんですけど、まあ、どうしてかということをちょっとお話ししようと思って、まあ、初めにこのエピジェネティクスとはということについてお話ししようと思います。で今日の、トークの内容なんですけれども、まあ、初めにこのエピジェネティクスとはというのを簡単にお話しして、まあ、その後自分が研究している神経細胞における、まあ、あと先ほど田野さんからも紹介あったように老化におけるエピジェネティクスの役割についてお話ししようと思います。まずはこのエピジェネティクスとはについてです。まあ、皆さんどこかで聞いたことがあるのではないかと思うんですけれども、まあ、細胞、まあ、我々の体を作っている細胞で、まあ最も重要な働きを示すのがこのタンパク質なんですけれども、まあ、そのタンパク質がどうやって作られるかということについては、まあ、この DNA ですね、ゲノム DNA に書き込まれた情報からタンパク質が作られます。ただまあ DNA から直接タンパク質ができるわけではなくて、この DNA から、転写という過程を経てメッセンジャー RNA というのができて、まあ、これが翻訳されることでタンパク質ができてきます。まあ、といってもこれちょっと若干こういう図を見せられても抵抗感を示す人がいるかもしれないので簡単な例を挙げてみますと、まあ、よく言われてるんですけれども、このゲノム DNA、 DNA というのは我々の体とか細胞を作るための設計書になっています。まあ、例えば車を作る設計図、設計書などがあると思うんですけど、ただ車を作る設計書の場合は多分、工場にたくさん転がってると思うんですけど、細胞の場合はこの設計書というのは、まあ、一つしかなくて、その核という細胞の中心にある、構造物の中に大切に保管してあります。なので、まあ、設計書をいろんなところに持っていくことができないので、この核の中から一回この DNA から設計書をコピーするという過程が必要になります。で、このコピーする過程がこの転写です。で、ここからできたメッセンジャー RNA は、まあ、すなわち、まあ、これ一部しかコピーしないので部品の設計書になっていて、まあ、この設計書をもとに、まあ、翻訳という過程を経てこの部品を作って、まあ、タンパク質、例えばタイヤとかエンジンのような部品ができてきます。で、このタンパク質、まあ、部品が組み合わさって、まあ、車、あるいは細胞とか体ができてくるようになっています。で、まあ、この過程、まあ、転写も翻訳もとても大事なステップなんですけれども、まあ、特に、まあ、僕が注目しているのはこの転写という過程なんですけれども、なんでかっていうと、やっぱりこの設計書から初めにどのページを、どの部品の設計書をコピーするかというのがやっぱり大事になってきます。ただ、この転写するといってもとても、難しい問題が一つありまして、まあ、そのどの部品、まあ、実際には遺伝子なんですけど、どの部品のコピーを取るかというのが問題となってきます。なぜなら、まあ、例えばマウスとか我々のゲノム DNA というのは、まあ、文字としては A、G、T、C の4つの文字で書かれているんですけど、その文字がだいたい30億個ぐらいあるというふうに言われているんですね。なので、この30億個もある、まあ、文字、まあ本、設計書の中から、どの部分のコピーを取るのかというのは、まあ、簡単には決められないんですね。なので、その何か仕組み、まあ特別な仕組みがあってうまく読み取れるようにしなければなりません。で、まあ、それで、まあ、僕らがその実際に本を読むときにも、まあ、どうやって工夫すればいいかというと、まあ、一番多分簡単なのがしおりを作ることですね。まあ、こうやってページにしおりを作っていくということです。で、こういうのがあるとどういうことができるかというと、まあ、例えば、まあ、僕らの体には目の細胞とか、まあ、筋肉の細胞とか皮膚の細胞とかいるわけですけど、例えば目の細胞で、必要な、まあ、ページ、遺伝子の部分にはこういう黄色いマーク、黄色いしおりをつけておこうとか、あるいは目では必要のない遺伝子というのは赤いしおりをつけておこうとか、まあ、そういうことができるんですね。で、まあ、こういうしおりがあればこの目の細胞も迷うことなく黄色いページをコピーしようとか、赤いページはコピーしないようにちゃんと気をつけようというふうにできるわけです。で、このしおりをつけるという、DNA にしおりをつけるという作業が、エピジェネティクスという研究分野になります。で、
まあ、実際にはじゃあどういう状態になってるかっていうと、まあ、これがその僕が描いた拙い模式図なんですけど、ここではこの黒い線が DNA で、まあ、黄色い丸がヒストンと呼ばれる、まあ、DNA を巻きつけるタンパク質になります。でここにさまざまな、しおり修飾が入っています。で例えばこのハートのマークが、ハートのしおりがついたような領域からは遺伝子の転写が起きないとか、このひし形のマークが入ったような領域からは遺伝子の転写がよく起きるようになったとかいうふうになっています。じゃあこのしおり、まあ、この修飾の実態は何かというと、化学修飾になります。でこのヒストン、拡大したのはこっちの図になるんですけども、まあ、ここからヒストンにはこのちょっと尻尾みたいなのがペロッと伸びていて、でこのアミノ酸が、まあ、連なってる、まあ、尻尾にはアミノ酸が連なってるんですけど、例えばこの4番目のアミノ酸にメチル化という化学修飾が入るとこの DNA の領域は転写できるよと、転写してください。あるいは、27番目のアミノ酸にメチル化という修飾が入っていると、転写できませんよと、まあ、そういったこの化学修飾がこのしおりの実態になっています。で、まあ、今ここはメチル化の話しかしなかったんですけど、その化学修飾には他にもアセチル化とかリン酸化とかユビキシン化とかさまざまなものがあって、まあ、こういったさまざまな情報が組み合わさって、この遺伝子のその細胞で転写できる遺伝子あるいは転写できない遺伝子というのが決まるようになっています。でこれを研究している分野がこのエピジェネティクスという分野になります。でどうして僕がこのエピジェネティクスは細胞の過去と現在と未来の、まあ、全ての時勢を制御できるというふうに考えているかというと、まず、まあ、当然今転写している遺伝子あるいは今転写していない遺伝子というのは細胞の現在の状態を作るので、まあ、これ細胞の現在を制御しているんだろうな、想像しやすいと思うんですけど、一方でこれまでの研究から細胞が過去に経験した情報というのがこのしおりまではエピゲノム修飾となって細胞に蓄積していくということが分かっています。なのでこのエピゲノムエピジェネティクスを研究することで細胞の過去が分かるというふうに言えます。まあ、一方でこの転写ができる領域というのは今転写できるだけじゃなくてこれから転写できる領域、今転写してないんだけどこれから転写できますよという状態も作ることができます。まあ、それはすなわち細胞の未来も制御できるということで、このエピジェネティクスというのが、過去と現在と未来の全てを制御できるというふうに、僕は考えていて、まあ、これはすごく面白い研究分野なんじゃないかなというふうに思っています。で、ちょっとつまんない話ですけれども、つまんない用語の話なんですけど、このエピジェネティクスというのは、まあ、こういう、DNA の使用量を研究する研究分野のことで、まあ、この実際に入っている修飾の、情報のことをエピゲノムという情報、言葉で呼びますので、まあ、この後はエピゲノムという言葉をたくさん使って、お話ししていこうというふうに思っています。これが、今回の前半の話、エピネティクスとはという話なんです。